特別支援学校教員は、特別支援学校における教育職員である。特別支援学校に置かれる職員のうち、おおむね、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、講師、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭などの職員が該当する。このうち、副校長、教頭、養護を司る、主幹教諭、栄養の指導及び管理を司る、主幹教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭でないものは、本来は担当する学部に応じた学校の教員の免許状に加え、特別支援学校の教員の免許状を有していなければならないとされる。一方、当分の間特別支援学校の教員の免許状を有していなくても良いこととされている。特別支援学校において、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者または病弱者、その他障害のある者、特別支援学級において、教育を行うことが適当な者の教育を司る職員である。幼児、児童、生徒の健康面の管理、さらに保護のための対策なども重要な仕事となっている。特別支援学校は、障害のある幼児、児童、生徒の自立や、社会参加に向けた主体的な取り組みを支援するという視点に立ち、救護、老、養護学校を統合し、2007年に解消された学校である。それに伴い教員免許状も再編成されている。特別支援学校には原則として小学部と中学部を設置しなければならず、必要に応じて幼稚部、高等部を置くことができる。2001年度、2004年度は、盲学校、聾学校、養護学校の計である。特別支援学校教員の普通免許状は、救盲、聾、養護学校教諭、給特殊教育教諭の免許状の再編成により、現在3つの種類と、それぞれ4から5つの領域、教科に分かれている。免許状を取得する際には、種類や領域等を混同しないように注意する必要がある。特別支援学校教諭の免許状幼稚部、小学部、中学部、高等部における担任を行う教諭は、特別支援学校教諭免許状の他各部に相当する学校の教員免許状を有するものでなければならないことが原則となっている。例外規定として、特別支援学校の教諭の普通免許状のほか、幼稚園、小学校、中学校、または、高等学校のいずれかの学校の教諭の普通免許状を有する者は自立教科等以外の教科を担任することもできる。さらに、付則の規定によって幼稚園、小学校、中学校、または高等学校のいずれかの学校の教諭の普通免許状を有する者は当分の間は特別支援学校教諭の免許状を有しなくても特別支援学校の教員となることができる。特別支援学校の教員の免許状には、自立教科等の教授を担任する専門の自立教科等教諭免許状が定められている。この免許状は、教育職員免許法第4条2項に規定する原則的な教諭免許状とは別に、自立教科教諭免許状と自立活動教諭免許状が、文部科学省令によって個別的に定められている。特別支援学校内において、自立活動を担任している部は自立活動部などと称している場合もある。教育職員免許法第5条に基づいて、特別支援学校の教育職員免許状を授与された者が小学校、または中学校の教員免許状を授与される場合には、基本的に、介護等の体験が免除されることになっている。したがって、教員資格認定試験、または教育職員検定によって、特別支援学校の教育職員免許状を授与されようとしても、教育職員免許法第5条に基づいて、小学校、または中学校の教員免許状を授与される場合には、原則として、介護等の体験が免除されない。教育職員免許法3条3項、附則16学校教員統計調査、特殊教育免許の総合化について、特別支援学校教員の専門性向上。ありがとうございます。